皆さん、お久しぶりです。マウイ島在住の上岡あかりです。8月に作成したマウイ島の火事についてのビデオは、ある友人から、マウイで何が起こっているのか教えてほしいというリクエストにお答えするべく作ったものでありました。しかし驚くことに、想像をはるかに超える数の方々に見ていただく運びとなり、多くの温かいメッセージをいただきました。 私は普段フルタイムで仕事をしているもので皆様からのメッセージに迅速にお返事をして差し上げることができなかった時もありその際は申し訳ございませんでしたそんな中皆さんが汗水流して得られたお金を見ず知らずの私に委ねてくださったことに痛く感動しましてこれは一銭も無駄にはせんぞと思い寄付金活用活動に精を出させていただきました 中にはあるあのそれまでは全くゆかりのなかった方から30万円の寄付をいただきましてそれを見た時私はあもしかしたら3万円を振り込んでくださるつもりでこの方はいらっしゃったのではないかもしかしたら振り込む際に誤ってゼロを1つ多く 入れててしまっったのでではないかと思ってです,、ね、あのすぐに連絡をしてえもしその場合は27万円をすぐにえお返しいたしますとお伝えしたところですねそうしましたらその方はえ「金額に間違いはございません私の口座で眠っておりました虎の子を起こしましてさあ君たちが活躍する時が来たので上岡さんのところで頑張るように」と送り出しました。 と書いてくださる方もいらっしゃいました。そんな皆さんからのメッセージに涙しました。私は皆様の温かいお心と被災をされた方を結ぶ1階の橋渡し役に過ぎないのですが、そのような体験をさせていただきましたこと、心より感謝を申し上げます。このビデオの目次には3つのアイテムがあります。 まず、2023年12月27日、日本時間付けの排除した寄付金額合計の報告です。アメリカドルで受け取った額が910ドルでした。日本円で受け取った額は271万3124円でした。その日本円をアメリカドルに換算して寄付した合計額は、 18, ドル87セントでしたアメリカドルで受け取った額と日本円をアメリカドルに換算した合計額の合わせは1万9383ドル87セント日本円で約276万円となりました寄付してくださった方々や団体様は75名です。 ということで75名分の報告書を作成させていたた。だきましたそのうち65名の方からは E メールを頂い,いたので報告書をお送りすることができたのですが残り10名の方は振り込みまたは送金をしてくださった際にお名前が表示されていたのでお名前だけはわかるのですがメッセージを受け取っていないのでお礼のご連絡ができないままになっております。 もしこのビデオを見ていてそういえば私寄付したんだったそれからあかりさんにメールしてなかったなあこれ私のイニシャルだという方がいらっしゃいましたら連絡をいただけますと幸いですお一人お一人の寄付がどのように活用されたのか報告書がございますのでお送りいたしますもちろんメッセージは任意なので別にお礼のメールも報告書もいらないよ といいいう方ははメールをしていただく必要はございません。ちなみに私の E メールアドレスはあかり gmail.com でです。す。次に寄付先一覧ですこのビデオを見てくださっている方の中には目が不自由な方もいらっしゃるかもしれません。なので読み上げさせていただきますが自分で読めるという方は読み終わったら次のセクションに飛んでください。 まず51家族のそれぞれのクラウドファンディングまたはアマゾンの欲しいものリストにあったものを購入させていただいた総額が3908ドル90セントでしたではこれからどんどん読み上げさせていただきます n a k オ o エマリア3103ドル9セントマウイ・メリックス2765ドル11セントアダプティブ・マウイ ドルウエストサイド臨時スクール1408ドル68セントラハイナの先生方に1243ドル95セントパシフィックバースコレクティブに1205ドル96セントプレイフォーマウイに667ドル消防士の方々に557ドル マウイ動物愛護団体に503ドル3セントナピリノホに498ドル94セントハングリーヒーローズハワイに314ドルラハイナのブレイクさんの活動に194ドル6セントハワイ大学基金に179ドル50セントココナッツラインに131ドル18セント リジェネレーティブ教育センターに99ドル25セントアップカントリーストロングに31ドル24セントです次に寄付をしてくださった方々にどのような報告書をお送りしたかについてですこのようなものをお一人お一人に送らせていただきました振込をスクリーンショット それをアメリカドルに換算したらいくらになったかそして寄付先の領収書この3点セットです報告書の最初にズームインするとこのようになっております被災されたご家族や先生たちは自分たちが必要とするものをまとめた URL をあるプラットフォームに上げており私はそこから なるほどこの方はこれを必要としているんだなという情報を知ることができましたこちらはあるラハイナで教えていらっしゃる先生がそのプラットフォームに挙げられていたメッセージです「アロハ私はキングカメハメハ三世小学校で4年生の教師をしていますこの素敵な学校で教えて18年目になります残念なことにラハイナの火事で学校全体が燃えてしまいました」 以下は、生徒たちが必要とする学用品と、私が家事で失ったものを補充するための欲しいものリストです。これらの教材は、仮設校舎が完成したら、新しい教室で使う予定です。皆様のご好意に感謝いたします。このように、寄付を受け取った方々のお名前、そして、お写真とメッセージがある場合は、それらを含め、また実際に何を購入したのか、 そののの写真とお値段の総計をこのように表示しました顔写真とお名前については寄付をしてくださった方とのシェアについては許可を頂い,いておりますが YouTube 上でのシェアは許可を頂い,いておりませんので今回はこのようにお顔とお名前を伏せさせていただきました。 被災された方々を助けてくださっている団体に寄付するのも大切だと思うのですが被災された方が「私たちはこれが必要です」というように欲しいものリストをシェアしてくださっている際にはそのリストにあるものを直接購入した方がタイムリーな助けになるのではと思いそのようにさせていただきました受け取った方からこのようにお礼のメッセージも届いております。 ギフトを受け取りりまましした心から感謝しておりますこのようにいただいたことを忘れることはありませんどうか安全なホリデーシーズンをお過ごしくださいこのようにはるばる遠くから気にかけていただいたことに感謝しています私の家族と私はこのギフトを心からありがたく思っております こちらは寄付先の一覧にもあったパシフィック・バース・コレクティブに寄付を渡した際の写真です。次に皆さんにお見せするビデオの和訳を最初にお見せいたします。ここが配送センターよ。このセンターには寄付されたすべての物資があって、家族から必要な物資の注文が入ると、それらを梱包し各家庭の滞在先まで持っていっています。

Directly into packaging, and then we actually drive them to the families and where they are staying. And if we don't have something that they need, we actually can give them gift cards. And so that's okay. also the monetary donations we can give them directly to families. So that's this downstairs space, which is amazing. It's all volunteers. They're fantastic. We're so grateful for them. Um, and then we have, and then I can show you the upstairs sure, space. Yes. マッサージやヒーリング、トラウマセラピーを受けられるようにしていますここには新品の物資が並んでいて必要とする家族が必要なものを選んでもらうようにしています自分で選べるって大事なことだからここは小さなブティックみたいなものそれからボランティアの人たちのためにもまたリクエストされたものが準備される間寄付を受け取る方が食べられるよう食べ物も用意しています This is our second space in the same building and we invite families here to get body work and healing and trauma therapy in a much quieter, calm environment. And we have new beautiful products here that families can come and fill up bags of supplies so that they feel like they have a little bit of empowerment and choice around what they're picking out. Yes. And so this is a fun little tiny like boutique like vibe. Right. And right. we have food and everything for our volunteers and while the families wait for yes. donations to yes. get filled, they're up here. こちらは1つ目のビデオでご紹介させていただいたナー・ケイキー・オー・エマリアのエクゼクティブ・ディレクターであるキャロルさんに最初の小切手をお渡しした日の写真ですキャロルさんからもビデオメッセージがありますのでその役をご紹介いたします。ー・ー・ケイキキオーエマリアのキャロル・ズームです皆様からの寄付に役員スタッフボランティア一同心より感謝を申し上げます 深い悲しみを経験した子どもたちや10代の若者たちそして被災された家族を支援するという私たちの使命を信じてくださったことに深く感謝いたします皆様のご好意は弱い立場にある子どもたちの人生に長きにわたって影響を与え彼らに一人ではないという安心感を与え彼らのこれからの歩みを支えることになるでしょう今一度子どもたちを思いつつ Watashiwa Carol Zoom from Nakiki O Emilia. From all of us, the board, staff, and volunteers, we want to express our heartfelt thanks for your donation. We're deeply appreciative of your belief in our mission to provide support to children, teens, and families who are experiencing grief. Your kindness will make a long-lasting impact on the lives of these vulnerable keiki, offering them a sense of community and the tools to navigate their journey. With the children in mind, arigatou gozaimasu. Zoom Carol desu, and thank you again. Before a school Hawaii Discovery Center そこで教えていらっしゃるケイティ先生に会いに行ってきましたその臨時の学校の創設に尽力されたマウイ島の北側のハイクという町にあるルーツスクールの校長先生マリタ先生に皆さんからの寄付を小切手としてお渡しした時の写真ですちなみにこちらの小切手は臨時の学校のためのものであってルーツスクールにというわけではございません このようにディスカバリーセンターにはかわいい教室がいくつかあります。こちらのディスカバリーセンターは被災された方々が滞在されていたホテルの近くにあります。火事の直後は公立の学校が1ヶ月半ほど開校できなかったのでこちらの臨時の学校に子どもたちがホテルのお部屋から徒歩で通うことができていました。学校が再開した後は 火事で活動の拠点をなくしてしまった子どもたちのための団体が、このディスカバリーセンターに来て活動を続けています。引き続き寄付をさせていただいた団体のご紹介をいたします。こちらはマウイメディックヒーラーズフイという火災があった翌日からすぐに現地に入り、活動をしてくださった団体です。医師。 看護師、カウンセラー、精神科医、マッサージセラピスト、鍼灸師など、さまざまな治癒の分野に携わる方々の集まりです。こちらは Adaptive MAUI という団体で身体に障害を持った方々の支援をしてくださっています。こちらは BORDS4BODIES という火災で スケートボードやサーフボードをなくしてしまった子どもたちに無料で提供している団体です。こちらはナピリノホという団体でラハイナから少しだけ北に行ったところにあるナピリ公園で地域のための拠点となるべく開かれている集まりです。 地域のニーズに合わせて常に進化しておりラハイナの火災で最も直接的な影響を受け避難生活を余儀なくされている人々に焦点を当ててサポートをしていますこのセンターではナピリ公園の近隣に住む一握りの家族たちによって始められたものらしく家族が家族を助けるというふうに。 始めたものだそうです現在も同じチームによって運営されており毎日新しいボランティアの方たちが加わってくれているそうです。こちらは喜イという町にあるナピリノホに似た団体でココナッツラ喜ンと,言いますキヘイという町は火災に見舞われませんでしたがラハイナから喜イに引っ越した方々を支援してくださっているようです。 こちらは動物愛護団体で火災のあと入れるラハイナに入れるようになってからすぐにラハイナに出向き飼い主さんと離れ離れになってしまっていた猫さんや犬さんたちを見つけてくださいましたこちらはマウイにお住まいの岡崎智子さんをはじめパワフルで素敵な日本人の方々がオーガナイズしてくださっているクラウドファンディングのページです p レ a y f o r m a u i と言います ともこさんは本当に頻繁にマウイのアップデートをこちらのクラファンのページに書いてくださっているので皆さんとも子さんのアップデートを見られるとマオイの状況がよりかかるかと思います。こちらはマウイ島で起きていた火災と果敢に向き合ってくださっていたマウイの眺望士さんとその家族のためのクラファンのページでした。 え見ての通りですね消防車1台は丸焦げになってしまいましたえこの消防士さんたちが間一髪生き延びたお話エピソードもあるのでまたそちらも、えー、他のビデオでご紹介できたらなと思っておりますこちらはハングリーヒーローズハワイというグループで火災の後すぐに避難先にいらっしゃる方々に 美味しくて温かいご飯を提供してくださいました。こちらは州立ハワイ大学の基金です。UH ファウンデーションと言います。ハワイ大学は9月に声明を出し、来年5月に卒業するラハイナルナ高校の卒業生全員に対して、ハワイ大学に通う者は授業料を免除するというふうに、えー、しました。 ハワイ州内の島々にハワイ大学の10個のキャンパスがあります。2年生の短期大学もありますし、4年生の大学もあります。短期大学に通うものは2年分、そして4年生大学に通うものには4年分の授業料がカバーされるということです。 こちらはラハイナ生まれラハイナ育ちのブレイクさんというデジタルクリエイターの方でこの方はもう火災があったすぐその後からいろいろな情報を彼のインスタグラムのアカウントから発信してくれていたのでラハイナの様子がよく分かりました彼が作った地域の方々のための Amazon の欲しいものリストにあったものを購入いたしました こちらは Regenerative Education Center といい Regenerative には繰り返し生み出す再生的といった意味がありこちらの団体は火災の前から農業を通じてハワイを自然に根ざした社会の見本とするために活動をされていました今は オロワルというラハイナの少し手前にあるところで住宅農業食料プログラムを設置して避難された方々の支援を行っています今この団体は大変な局面を迎えているのでまたそのことについても他のビデオでお話しできればと思っておりますこのビデオでは寄付金の活用報告に焦点を当てましたが また別のビデオでマウイの現状についてご報告できればと思っております。改めまして、皆様の温かいお心に深く深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。